のなサナギを見て、ええ、フェロモンが出るんだと思うんだ。ああ、これは。ああ、そうですか。我々には匂いがわからないけど。ええ。もう相当ね、そのメス出たメスのところすぐオスが飛びつくね。ああ、そうですか。ええ。ですかここは。17、18年なんじゃない。17、もう長いですね。長いですよ。地主の了解を得られるまでね、大変だった。地主もようやく理解を示して。ああそうですか。いいでしょうということで。これあのなんか名称正式名称っていうのはこの蝶々はなんていうんですかね。大紫。大紫でいいんですかね。国蝶大紫。国の蝶ですよ、ええ、だから大事にしなくちゃいけないですね。まあ大事というかこの環境をね、ええ、この環境をその守るのがこれから必要じゃねえんかな。そうですね、蝶に限らずね、ええ、こんな、どのぐらいなんかね、時期的には調べてないんだけど、ええ、6月の中旬頃から出だして、ええこれね、遅いのは8月お盆頃までいますよ。ああそうですか、これその頃になるとね、羽がもう傷んでね、見るも無残だ。ああそうですか。オスなんか特にね、メスを追いかけたから、最後になればメスっきりになっちゃうんだね。それ過ぎると蝶々はどういうふうになるんですかね。蝶々は死んじゃうそうです。死んじゃうここの場所で、ここどっかじゃなくてみんな産卵してね、あそういうことなんですね。産卵したのが今度はすぐ幼虫に羽化しますからね、そういう流れを私は子どもたちに勉強の場として見てくださいと言ってるんですよね。
ましたと。いいとこ見つけたね。素晴らしい。いや、これは社会的にどんどん認知させて、ええ、いやこういう素晴らしい場所があるということを分かってもらわなきゃ、ええ、ただ変な秘密主義で、ええ、一部の人たちだけが見てるわけじゃまずいでね、ああ真っ白の心ある人たちはみんなほら入ってきて見てもらえば、ええ、ああそうですか、それがやがてはこう、ええ、いざの保護活動につながるからね、ええ、ああそうですね、